チッとポチッとポチッとエムラジポチー。さあ始まりました、ヤングタウン水曜日、関西ジャニーズジュニア A グループの末澤誠也です。わっさー、小島健です。わっさー、よろしくお願いします。お願いします。よろぴくよろぴく。小島さん、早速お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました、皆さん。あ、大きな拍手ありがとうございます。わー、すごい。お帰りなさい。そして、お帰りなさい。あ、そうです。ただいま。本当にただいま。1ヶ月ぶり。1ヶ月もうちょっとぶりなんだよね。の出演です。そうだよ。うん、どうですか、帰ってきた感想。まあなんか実家に帰ってきたって感じ。あ、すご。うん。そんな。ふるさとって感じ。あ、すごいやん。うん、そんな風に思ってくれてた、やっぱやんたん。思ってましたよ。いや、マジでただいまです、本当に。それは。なんか温かく迎え入れてくれてね、うん、皆さん。そうね。そう。確かに確かに。ちょっと、東京の方で、はい。衝撃という、やらさせていただいてたんで、やんたんしばらく休む宣言をね、してたんですけど、今日から。はい。復活。ということで。ということでね。はい。僕もね、先ほど、今日が大阪初日でね、そうだよ、そうだ。衝撃の、来てくださって、ね。見させていただきまして、うん、大変面白かったです。あ、よかった、本当に。本当に。あのね、お前メンバーが来る日がめっちゃ緊張するのよ。な、それなんでなん？わからん。ただメンバーが来る日ちょっと緊張しちゃうね。ちょっと。うん。緊張したかな。いや、めちゃめちゃおもろかったで。あ、よかった。ほんまに。いや、それ嬉しいわ、ほんまに。うん。頼もしいわって思ったもん。あ、マジ？あ、それ嬉しいわ。いや、ほんまに、あ、この、これ、作ってる人が A グループにおんのは頼もしいなと思って。いやいや、嬉しいな、それは。ちょっとメールも来てるから紹介する。あ、見本じゃってたんじゃん。はい。兵庫県三田市、ペンネームポンさんからです。ポンさん、ありがとうございますね。A グループのお二人、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。今日は小島さんやのどちらかが出ていると思ってメールしました。すごいじゃん、正解。俺。はい、小島が出てます。衝撃東京公演お疲れ様でした。お疲れ、ありがとうございます。大阪公演初日おめでとうございます。ありがとうございます。なんだ。私は2月18日と2月19日の公演を見に行きました。お、結成日の日。超マストゴーオンな小島組がかっこよくて、公演中大爆笑しながらずっと感動していました。ありがとうございます。大阪公演を見に行く予定なので、5人揃った小島組を見られるのを楽しみにしています。ありがとうございます。小島組が大仙集落まで走り抜けられるよう心から応援しています。ありがとうございます。もう本当にね、そのちょうど18、19やったかな。うん、まあなんかいろいろあって、4人でやったりして、はい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 、はい、そうそう、その時かな、うん、でもまあほんまにこういう形でやらせていただけるのはすごい嬉しいね、こういうご時世にも。いや、そうよね、いや、ほんまそうよね。でも本当に来てくださる方をね、うん、足を運んでくださった時間を笑顔に変えれたらなと思ってます、本当に。いや、素晴らしい、マジで楽しいですよ、本当にね、うん、いいじゃないですか。ありがとうございます。俺あれ聞いたよ。どれ？大石雅也さん。ああ、ありがとうございます。佐野と小島が出てたね、あれで出させていただきました、先週かな。先週か。2月15日。先々週やから、先週。先週ですよね、先週ですよね。先週、うん。出させていただいて。え、どうやったん？緊張した？え、緊張、まあ、いい緊張感？あ、いい緊張感もじゃない。まあ、思ったかな。あ、じゃそんなめっちゃ緊張した。でも、大石さんがめちゃめちゃ優しかったんですよ。いや、聞いてる感じもすごい、そんな。めちゃめちゃ優しかったんですよね。うん、スタッフさんも何人かね、来てくださって。ああ、右ね。そうそうそう。え、その、だから、ええ、ヤンタンスタッフからの、うん、はいはい、ちょっとこう、来てた。垂れ込みみたいなのが入ってて。はいはいはい。何ですか？本当に、借りてきた猫状態でしたと。うん、ああ、なるほどね。借りてきた猫。うん、なるほどね。うん、俺とマサヤが、うん。なるほどね。なるほどじゃないね。ああ、そうか。まあまあ、でも、本当にそうはなりましたよ、ちょっと。うん、まあやっぱ。最初の方は特に。した、そりゃそうよ。もうご挨拶、初対面やったんで。いや、俺はだから、まあ、リアルタイムで実際聞いてたわけ。うん、佐野がうまいことやっとんなって思ってたよ。なるほどね。こいつ、最年少、頼りになる最年少やなと思って。ああ、なるほどね。うまいことを、ね。俺はえ？俺は頼りになるリーダーやなやろ。うん。うんって。いや、なんか、あれよ。はいはいはい。その、最初の方な。はいはい、はい。率先して結構なんかこう喋ってるイメージ。あ、はいはいはい。途中からずっとこう、小島が言ったことを、オウム返しのようにさんが喋るっていう。ほんまに、思わなかったみんな。なんかね、いや、これ聞き直したら、あ、もうないんか。ラディコさんでも。ああ、ないな。聞き直してめっちゃおもろいっすよね、あれ。おもろかった。ほんま、もう俺が言ったやつを全部言うのよ。なんか、な、トークでもね。なってたな。そう。いや、まあ、一緒かもしれんけど、気持ちは。一緒すぎて、うん、もうパクってるやんっていう、それは。いや、言ってなかった。そう。言った同じこと言ってるやん、みたいな。言って、まさにも直接言ったし、え？言ったつもりない？みたいな言って。わけわからへん。言ったつもりないとかちゃうねんと思って。いや、めちゃめちゃ面白かったで。あ、本当ですか、よかった。いや、もう大石さんがほんま優しくて、めちゃめちゃ回してくださって、リードしてくださったんで。で、なんか、ほんまに A グループに曲、いや、作りたいみたいに言ってくれて。言ってくださってました。その収録が終わってからも言ってくださって。うん、ああ、そうなんや。ほんまにこれワンチャンあるぞと、思っておりますけど。これはほんまに、
作っていただき、ね、縁がね繋いだだよな、ね、ぜひせっかくやしな、めっちゃめちゃ優しかったですよほんまに。でマサヤとめっちゃ似てました、大石さん、やっぱし何大石マサヤさん、あと顔が、顔と顔かな、まあ、顔とまあでもあの体格も似てましたね。身長はちょっとちゃうかったんですけど、マサヤの方がちょっと高かったんですけど、体格はでも似てました。ああそう、なんかそういう感じ、なんかちょっと太くないというか、そのがっちりはしてないけど、うんうんうん、ちゃんと芯がある感じとか、はい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 、めちゃめちゃ似てるなと思いましたね。ああそう、そうだから大石さんがメガネかけてあったのかな、うんうんうん、そうだからちょっとあれだったんですけど、やっぱ似てるなと思いましたね。ブサイとしても、なんか大石さんに次こっちに来ていただきたいね。確かに、なんか機会があったらね、僕とマサイ以外の A とも喋ってほしいです。ああそうやね、めちゃめちゃ優しい方なんで、いやほんまにマジで。たいなと思いましたよ。お前楽しかったさ、あの時間は。いや、ええー、なーと思ったもん。よかった、ほんまに。俺も出たいなと思ったし。いや、めっちゃめちゃ楽しかったよ、ほんとに。ええー、な。よかった。今日はだから佐野はいないんですけど、ね。そうですね。今日はすいません。もう、ほんまにすいません。末澤となんです。なんで何が、別にそんなに謝らんで。ほんまに皆さん申し訳、皆さん気持ち分かるんですよ。佐野、うん、佐野そうですよね。佐野、僕が、なんで僕が復活して佐野がおらんかって。うん、すいません、ほんまに。佐野なん、佐野じゃなくて末澤なんですよね。別に、それはまあ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 、まあ、申し訳ない。いや、じゃもうそんな謝らんくて。どうやって謝罪したらいいの、いや、そんな謝罪せんくていい。会見とか開かんでいい。本人、開かんでいいし、本人おるし。本人おるか、ほんまや。別に佐野はまた出るわけやん。まあ確かに、今日は。そうね、たまたま今日は。もうただ、そのたまたまが申し訳ないというか、この聞いてくださってる方にね。申し訳ないんだけど、もう3回目やからな。そうや。え？また俺やんの。3回目の人います？誰？同期。同期。あ、まさかどと福本が3回。3回やったみたい。やってるんか。そう。え？すごいな、それもそれで。俺らも3回やもんね。今日3回目やね。今日3回目、うん。あ、そうなんや。あ、そこも3回目か。うん、俺でも3回目初やわ。せやくんはりちゃくんとか？りちゃん2か。2。あ、じゃあ俺が今一番多いか。そうそうそう。小島が一番多い。で、分からへんね、うん。なんかその、うん、あるやん。多い少ないが。人によってね。人によって。なんか結構あるらしいですね。面白いですよね。うん、まあ、ランダムやからほんまに。まあ、第21回やってますけど。マジで、俺ら知らんからな。来週の誰とか。うん。ガチで分からへんから。いつもギリやねん。なんか知らんけど。そうね、うん。確かに。そうやね。今回に関しては昨日聞いたんでしょ末澤さん。俺、昨日やで。昨日の、夜ちゃうかな。昨日の夜に、そうよね。そう。連絡が来て、明日やったんですって。なかなかないですよ、ね。嘘、嘘って思ったもん。聞いたことないよね。うん。そういうの。そんな急遽なんかあんまないやん。もし今頃ね、せやくんが、なんか、川崎釣りとかに行ってたとしたら、うんそれは、せやくん出れてないわけです。なんで川崎釣りなん？いや、わからんけど。別にその川崎釣りにハマってるって話もしたことないし。してないか、ほんと。うん、もしてたら、いや、もしね。イフの話。いや、まあ、もう、イフやからっていう、やめて、イフっていうやめて、そのラッパーみたいになんか。ラッパーみたいな。ラッパーみたいな挨拶なんなん最近、さっきの最初のせいで、ワッサーみたいな。あんまないやん、ラジオで。ないね。なかなか元気な。ジャニーズが、ワッサー小島健ですみたいな。元気な挨拶だよ、確かに。そうやで。そうだ、ジャニーズじゃないか。あんまない。もう部屋番つけてますけども。いや、ほんまに。いや、僕ちょっと、この感動を話させていただきたいというか、はいはいはい、スーパーボールがありましたよね。あ、はい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 。先週ぐらい、ね。はいはいはい。アメリカで、うん、NFL の、うん。あれの、ハーフタイムショーを見てたわけですよ。はいはい。もうかっこよすぎて。いや、僕も見ました。見ました。はい、あれ、エグないですか？いや、かっこよかったです。あれはエグいっすよね。あれは確かにかっこよかった。これだから、やばい。女性の方とかどうなんやろうな。いや、ああ、だからほんま見ていただきたい。それこそ、関ジャニエイトの大倉くんとかもツイッターで発信してましたよ。うん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 。ハーフタイムショーよかった、みたいな。ハーフタイムショー見ていただきたい。これって、ちょっとでも気になった方はね。そう。見ていただきたい。見ていただきたいな。僕はもうあれからもう、音楽アプリのプレイリストが変わりましたもんね。あ、もうその影響で？ミーハーで。ちょっと恥ずかしいですけども、今だから勉強中ということで。勉強させていただいてますね。あ、そう。いろいろ、周りに、小島組にも、ルークっていうちょっと詳しいやつがおるんで。はいはい、それに聞いたりしながらね。ちょっとやってますけど。いいね。いや、いいですよ。いや、だから俺は最近の小島のあの服装を含め好きですよ。あ、本当ですか？告白されちゃった。かっこいいなって思う。告白されたんですけど、どうしたらいいですかね。いや、別に告白した時は、うん、服装好きよっていう話。でも、ちょっとでも、でも今日珍しくないヘアバンドは。ヘアバンは。あ、まあね。でも、これ昨日買ったの。全然、あ、そうなん？かっこいい。あ、やった。ヘアバンしとって似合うんってリチャと小島ぐらいと思うね、俺。え、そんなことある？いや、だってじゃあ考えて。まさかとか普段ヘアバンしとったらお前。似合わんねん。ちょっと待って。そのさ、俺にそう言うのはいいけど、マッサンおるときに言われへんやんか、それ。マッサンと一対一で言える。別に言えるよ。言える？マッサンにヘアバンお前似合わんやろ。いや、そんな言い方はせんけしてやん、今俺に。できる？いや、別にできる。いや、もうだって聞きました、さっきスタッフさんに。何よ。末澤は人によって変わるねっていう。何が人によってその話し方とかが変わるねという。顔真っ赤やんだって、マッサンのその二人のやつ思い出してるだけで。
だって話題作りのためにね、ジージャン着てってな、そのデニムでね、合わせて、マッサンがデニム好きやからっていうのも合わせて。いや別に話題作りじゃないって。話題作りやん。一つでも、一分でも時間を稼ぐための話題作りやん、そんな。そんな見んかったもん、俺そこまでそんな。俺話題作りなんか俺一言も言ってない。いや、俺はそう思った。いや、これ話題作り。まあ、ほんま、決してこれほんま皆さん誤解してほしくないんですけど、仲悪いわけじゃない。いや、そうやで、ね、ほんまにそう。ただ喋らんっていうだけなの。ほんまに。それは、仲いいって言ったら嘘になるんですけども。いや、別に。うん。まあでも同志ですから、同じ志を持った仲間ですけど、やっぱ2になったらちゃうんやねっていう。面白いよね、21って。でも悪くない？俺、2になったら、小島とリチャードが俺2人で喋ってるのあんま見えへんで、でも、俺あんま変わってへんかったんでしょ？俺とリチャ君の会話。なんかどっちも変わらんかったらしい。ああ。だから俺は結構もう早く喋っちゃう人やねんけど。だから別に俺もめっちゃ変えてるつもりはないんやけど。だから自分で変えてんじゃなくて変わってんのよ、多分相手によって。ああ、そうなんかな。ね。面白いですけどね。まあだからそういうのが見えるのがヤンタンならではではありますからね。逆にこれも見どころす、聞きどころというか。はい。ということでね、今日も最後まで楽しんでもらえたらなと、はい、はい、お願いします、はい。思います。よろしくお願いします。では、そろそろ参りましょうか。はい。MBS、ヤングタウン！改めまして、関西ジャニーズジュニア A グループの末澤誠也です。わさ、小島健です。わさ、ね、なんかすごい出され方したね。今タイミングっていうのをね、手で。ちょろごろいのごろ。なんか。なんでそんな笑われたんですか、今。何があったの、なんかありましたよ。教えてよ、ちょっと。そんな、バカにしたような笑いで。バカにしてるよね、なんか、俺らのこと。完全にバカにしたような。何があったの、ちょ、首振ってんじゃなくて。何があったの、ないですか、別に。あ、タイトルコールがうまくいってよかったなと思って。選手がいかんかったんやったっけ、うまく。え、選手誰、まさかどとリチャード。まさかどリチャコンビがうまくいかんかった。いかんかった。なんかやり直したんやったっけ。どういうこと、ちょっと待って。何それ。なんからしいよ。ないよ、そんなこと。タイトルコールうまくいってよかったって言われるの何ちょ、なんか俺がさ、1ヶ月さ、休んでる間にみんななまってない、うん、あらららららら。俺ちょっと今日、まあ、それはあるかもしれへんな。スタッフ含めてな、うん、みんな、うんうん、はいはい、今日ちょっとビシバシいっちゃうわ、はい、あ、まあ、あ、確かにちょっと一回締め直さなあかんって部分は今回で、今回もマストするわ、 A グループみんなね、うんうん、いや、そうね、これは聞いてもらわな。ちょっとビシバシいっちゃうわ、ごめん。それはあるかもしれない。ごめん、確かに俺も1ヶ月間おらんかったから、うん、風紀委員であるヤンタンの風紀委員である小島君がおらんかったから、それは俺のせいでもあるか。そうやわ、そうか、ほんまやな。これはちょっとあれやな、あとチェックさせてくださいよ、僕に。だからな、あれ、俺とマサカドがやった時とか、うんうん、もう俺こういつもいつもこう喋ったりするやんか、うん、ガン無視。なんで？あ、マッサンの時は入らんかったんや。入らんかったんや。入らん方がいいと思ったんじゃない？その変な空気感というか。え、セイヤ君的にはどうやったの？その二人でやって。何が？よしみたいな。そういう実感みたいな。え、何が？手応え？やってそう。いや、これは神回来たぞみたいな。いや、別に。ないんかい。ないんかい。いや、俺はもう毎回誰とやっても神回と思ってやってるから、それは。ああ、そう。いや、神回とかは思わんかったけど、でも普通に楽しかったよ。あ、楽しかったよ。うん。新鮮。あ、そうなんや。マッサンもなんか、その、聞きたいなテープとかないんすかね。残ってへんのかな。いいやろ。おもろ。聞きたいな。あ、またくれるって。またあげます。いらんやろ。ちょっとなんか置いてみましょうか。またあげますか、俺ら。え？共有しましょうよ、みんなで。なんで？それを俺とまさかどのラジオみんなで共有すんの？おい、わけ分かれへんやん、それ。いや、おもろいけどな。第2回早く聞きたいな。いや、でも俺はちょっとほんまに今日はちょっと厳しくいくわ。いや、それ厳しくいくで何をどう厳しくいくの？いや、ちょっとね、それ挨拶できんとかもうあかんわ、ほんまに。あ、その、そんな男じゃない。タイトルコールが合わへん。漢字の漢と書いて男ですから。いや、何男じゃないって。ね。タイトルコール合わへんの？男じゃないって。男じゃない、そんな。ちゃんと合わせようよ。なんで合わへんのやろね。で、普通に MBS、ヤングターンっていうだけやろ。しかもタイトルコールって結構大事ですよね。一発目やから。まあもちろん、もちろん。タイトルがバーンって番組とかで出るような。そうです、そうですよ。ラジオ。まさかとリーチャーにやらしたら合わへんっていう。合わへんや。なんでこれ合わへんかったん、まさかとリーチャーは。なんで、まさかとがおかしかった。まさかとがおかしい時あんねや。珍しいね。珍しいな。おかしかった？いや、いや、しんどい。せや君とやった時は。いや、俺の方がおかしかった。あ、なるほどね。なるほどね。多分な、まさかるとやった時な。あ、そうなんや。あ、おかしかったんや。うん。わかんねえ。おかしくなっちゃダメよ、タイトルコールは。多分ね。何落書きしてんねん、今。なんで今台本に落書きしてんねん。
おかしいやろ、これ。ちょ、待って、ほんま、今日俺でよかった。俺がもうちょっと根性叩きのめそう、これは。何ちゃうちゃう、別に喋ってたよ、今。まあまあ、喋ってたよ、今って何喋ってた、人が喋ってたら。二人ラジオで一人が喋ってて、一人が落書きって何何の絵しかも。変える変えるや。変えるかい。なんで変えるやねん、急に。おかしいやろ、変える書くの。もうあかん、もうほんまあかん。ちゃんとやりましょう。さあ、台本、戻って。俺今日厳しくいくよ、本当に。戻るの？戻るよ、もちろん。もう BGM もないし。じゃあ今日はしっかり、よろしく、よろしく。何やねん。ちゃんと言えよ。よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。はい、よし。はい。メールアドレスは ys@mbs1179.com、はい。メールアドレスは ys@mbs1179.com。放送を聞いての感想をどんどんお寄せください。ツイッターはハッシュタグ A やんたんでつぶやいてください。はい、それではこの後11時30分までお付き合いください。やんたん、やんたん。今日は A グループ、末澤誠也と。わさあ、小島健がお送りしております。ラッパーやん。ちょっとね、ハマっちゃいました。なんだか今日は。今日あった嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどメールでいただきました。ハッピートデイのコーナーです。ハッピートデイ。それでは早速読んでいきましょう。A の皆さん、こんばんは。こんばんは。今日あったいいことは、まさかとくんがコメント出演していた某ラジオ番組で ABCZ の皆さんが A グループはジャニーズ界の大谷翔平と言っていたことです。バンドもできて踊りもできると大褒め、うん、嬉しいです。私は ABCZ も A グループもどちらも応援しているので、うん、いつかコラボとかあったら泣いてしまうかもしれないのでお願いします。東京都ミミミミミミミさんからですね。ありがとうございます。あ、まさかとか出てたのか。ね、コメント出演でね。あははは。それで言ってくださったらしいですよ。嬉しい、めちゃめちゃ。ジャニーズ界の大谷翔平ってやばいですね。めっちゃ嬉しいな。すごい言葉やな。そういう風に言ってくださった。そうね、ぜひコラボとかさせていただきたい。いやいや、させていただきたい。僕たちもね、バックで使わせていただいて、ね。いや、そうね、あるあるある。ね、あるんで。確かにご一緒したい。曲とかもね、やらせていただいたりしてたんで。うん、確かに。ね、いずれ。はい。泣かせましょうよ。ミミ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 ミちゃう。え、何それ。ミミミ向けて。ミミミミミミミちゃう。ミミ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 合ってるわ。そうやろ。ほら。どういうこと。ボボボボボボボやな。ああ。ボボボボボボボ。ミミミミミミミ。あ、なるほどね。なんでミニ。はい、負け。負けって何。さあ、続いて。何そのルール。知らんで俺やんたんの。負けとかあんの。勝ち負けあんのやんたん。静岡県ラジオネームミキさんからです。 A グループのお二人こんばんは。こんばんは。私の今日あった腹が立ったことは、何ですか。雑誌ザ・テレビジョンに書いてあった小島くんのコメントに対して夫が放った言葉です。あ、夫さんが放った、はい、うん、セブンメン侍と A グループのコラボ企画の中で小島くんが腕相撲には自信があると書いてあったのを読んだ私は思わず、腕相撲強いのかっこいい、 YouTube でやってくれないかな、うん、と言った、うん、私の横でそれを隣で聞いていた夫は、この細さで強いわけがない、間違いなく俺の方が強いわと言ったのです。ね、嫉妬しないよ。腹が立ちすぎて言葉を失いました。明日のお弁当は作らないつもりです。小島くん、何、あったにはバカな発言を撤回させ、そして心からの謝罪をさせるべく、どれだけ腕相撲が強いのか証明してください、お願いします。あー、なるほどね。まずもう一つ言うのは、ほら、でも嫉妬やからね、男のね。いや、だからそう。なら嫉妬ですよね。いや、でもそれじゃあ、こう、旦那さんは、納得せえへんわけ。あ、マジ？そのコメントだけじゃ。だから実際にどんだけ腕相撲が強いのか証明してくださいっていう。なるほどね。どうやって証明すんの、これは。どうやって証明したらいいの？スタッフさんと勝負したらいいんじゃない？腕相撲強い。いっちゃう？めっちゃ強そう。いっちゃう？強そうじゃないだって。え、マジ？怪我したら大変って言われた。あ、だからもう小島の方舐められてるって。舐められてる俺。小島が負けるってなってんじゃない？だから。行っちゃっていいっすか？え？行っちゃいますよ。いいよ行っちゃって。だから実際だってそうじゃないとさ、このミキさんがさ、確かに。どれぐらい？身長何ぼっすか？身長182センチの、うん。で結構ね、割とがっしりしてる。してるから。服の上からでも分かるぐらいの。うん、で俺見てくださいこのひょろさ。でも腕相撲自信あるんでしょ。めっちゃ自信あるマジで。じゃあちょっとやっていいですか。やってください。末澤さん解説お願いします。わかりました。
いや、これ楽しみやね。ないからね、俺も小島の腕相撲見たことがね、別に。実際に本町線から聞いたことないけど。まあ、これを機にね。準備はいいですか？はい。いいですね。はい、はい。じゃあ僕の合図で始めてください。いきますよ。よーい。ゴー！お、お、おー！小島の勝利！やったー！やったー！待って！やったー！顔真っ赤になってますけど、サフさんが。よっしゃー、強かったですか？あ、強い。 え抜き、抜いたっしょ。抜いてない、ほんまに。あ、マジ。あ、でも握った時に分かりますよね、腕相撲ってね。よいどんのあれで。うん。え、マジっすか？よっしゃー。はい、どうミキさん。ミキさん、たったよ182人に。旦那さんに言っといてあげてください、小島は腕相撲が強いと。はい。で、明日お弁当は作ってあげてください。そうね、小島のことでな。嫉妬ですから。それはもう、うん、旦那さんもかわいそうやから。嫉妬ですから、もうただのね、はい、許してあげてください。男の嫉妬は、はい、小島が強いということを証明されました。男は嫉妬するものです。はい。恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいない。俺さ、ちょっと待って、俺中学生みたいになってない？なんかなってる。今気づいた。今気づいた。めっちゃ恥ずかしい。しかも俺全然強ないのよ俺。全然。なんでほな書いたん？冗談。え、でも冗談で捉えてへんで。そう、腕相撲には自信があると書いてあったって。ないだから。だからライターさんもほんまに信じたってことじゃないのかな。冗談っぽく言ったん。うん、俺腕相撲は負けないっすね。だからそれ信じるやろ。そうだから信じちゃったやろね。申し訳ない、これは。ごめんなさい、僕全然強くないです、ほんまに。だから多分旦那さんの方が強いよね。強いと思う。この多分。いや、でもまあ、一回やってみたらいいんじゃない。あ、ミキさんの旦那さんと。ミキさんの旦那さんと。小島が。一回やってみたい。いや、なんか機会があればね。まあでも全然負けますけど。負けますけどね。腕相撲好きなんでやるの。そのやるのが好きやね。じゃんけん好きなやつおるじゃないですか。あんな感じ。わからん。うん。わからん。はい。はい、それでは、続いてのメールに参りましょう。はい。福島県マリカさんからです。ありがとうございます。今日嬉しかったことは、夜ご飯に家族でお取り寄せ餃子パーティーをしたことです。お3種類ほどネットで取り寄せて一気に焼いてみんなで食べ比べしました、うん。皮のもちもち度や具材のシャキシャキ感など同じ餃子でも違いがたくさん発見できて幸せでした。お腹いっぱい食べたので、もう当分餃子は食べなくていいです。A グループのお二人は餃子に何をつけて食べますか？私は絶対ポン酢です。とのことですけど。餃子か。餃子パーティーいいな、したいな。俺もポン酢。あ、本当。うん。俺もポン酢かな。え、ポン酢。俺ごめん。俺あんまほんまごめん。俺あんま分からんねんけど、な、何が一番あれなの？餃子の店行ってついてるもん何あれ？餃子のタレじゃない？多分その店のタレやと思う。あ、なるほどね。うん、酢？あ、酢か。そう、酢もあるか。あ、酢俺つけへんわ。え、なんか東京行ったらちゃうんすよね。東京行ったら餃子のタレがないのよ。え？あ、ごめん。あ、しないやんみんな。ごめんごめんごめん、東京の話してもうた。東京行ったらなんか2個分かれてて、それで自分でね、なんか、あ、東京行ったことあるスタッフさんうなずいてるけど。俺も東京行ったことあるわ。あ、あるんや。あるやろ。へぇ、何で行ったん？え？何で行ったん？え、新幹線。あ、新幹線。いやいや、お前も新幹線やろ。一緒やないか。そう、だからなんか2個組み合わせんだよ、東京やったら。へぇ、大阪やったら餃子のタレっていうのがある。でも確かに東京で餃子食ったことないかも。そうそうそう、俺なんか東京で一時期餃子ハマって。ああそう、作って自分で一番いいブレンドして。だから俺は餃子のタレなんかな、分からんけど。だからポン酢じゃないってこと？ポン酢なんあれは、大阪のやつは。いや、ポン酢じゃないと思う。だからその店の、多分店によるあれじゃない、多分家とかも。だから何も考えず出してくれたやつ食べてるだけやから、僕は本当に幸せもんですね。何の話やね、はい、ありがとうございます。マリカさん、ありがとうございました。せいやくんはポン酢派らしいです。ポン酢派です、はい、さあ続いて、京都市、ラジオネーム、昨日から背中が痒いさんからです。大丈夫ですか？43歳のオジリスです。はい、ありがとうございます。おー、ありがとうございます。今日は祝日で会社が休みだったので、お昼の11時頃まで寝ていました。うん、あ、いいっすね。奥さんはスポーツジムに、子供たちは塾に。いいっすね、ということで、昼飯は自分で作りました。いいっすね。まずは焼き飯。溶いた卵を強火、熱々のフライパンに入れたら、即座に冷やご飯をドーン！細かく切ったハムとちりめんじゃこを入れて塩コショウ。いいっすね。鶏ガラだし、鶏ガラだし香りのために醤油を垂らし、はいはい、おっさんの休日焼き飯が出来上がり。いいじゃないですか、うまそう。香ばしくて最高の焼き飯のお供には、チンカチンカに冷えた生ビール。チンカチンカ、カチンカチンじゃないの？いや、チンカチンカに冷えるの？チンカチンカって書いてます。あ、チンカチンカ、なんか危ないね。冷えた生ビール。危なかったな。チンカチンカって危ない。ちょっと濁った、危なかった。禁断の、昼酒。禁断やな、チンカチンカ。お母ちゃんごめんなさい。ついつい2本開けちゃいました。いいね、そして再びお布団へ。最高の二度寝楽しみました。めっちゃいいやんと。いや、よかった。昨日から、昨日、そう、43歳のおじいですね。ありがとう、おじい。昨日から背中が痒い。あ、そうですよ。もうそれ、なんかどうにかしたらな。なんか猫の手みたいな、飼ったりしてね。まあ、飼ったりしてね。
京都はチンカチンカって言うの？言わんでしょ。これ多分誤字っすよね。あ、時々言う人が。森谷健二さんがたまに言うんや、チンカチンカ。え、カチンカチンってことっすよね。いや、そうやろ、一生そういうことだと思う。チンカチンカってなんかこうね、ジャニーズが言うのちょっとリスキー。なんで？なんで？いや、それリスキーでしょ。別にカチンカチンも一緒やん、それ。かきくけこ、かきくけこ、かきくけこ、チンカチンカ。危ないよ。危なくはない。危ないよ。チンカチンカでしょ？ちょっとでもミスったら、噛んじゃったら、ジャニーズ生命が失われますから。そんな。失われるよ。そんなないよ。チンカチンカ。でもいいっすね。ね、幸せっすね。いや、この幸せなお昼を過ごせたってことだよね、今日はね。二度寝、なあ、いいよな。二度寝が一番いいもんな。確かにな。二度寝いい。でも俺二度寝しようと思って二度寝することあんまないわ。へぇ。知らん間に。二度寝してる、落ちてるみたいな。うん、それはあるけど。まあいい、気持ちいいですよね、それも。うん。落ちんの気持ちいいもんな、寝る時。嬉しい、嬉しい。じゃあ気持ちいいな。何嬉しいって何何歳や嬉しいって何気持ちいいですよね。はい。いいっすね。今度チャーハン作ってほしいな。お茶ね。ね。うまそう。おちゃんありがとうございます。ありがとうございます。作ってください。それでは続いて大阪府のパラちゃんさんからです。ありがとうございます。パラちゃん。おい、水落とすなよ、ちょ。ほんまあかんって今。俺がせっかくさ、パラちゃんからのやつ読もうとした時にスウェーザーが水、ゴンって机に。よくないよ、ほんと。甘やかしすぎやわ、スタッフさん。俺来てよかった、マジで。えマジで。手が滑る。手が滑らんから、ラジオブース。やっぱ喉乾くやん。喉乾くけど手は滑らん。乾燥すんねん、このラジオブース。うわ、愚痴まで。さらっと愚痴まで、もう信じられへん。いや、見てみ、湿度むっちゃ低いからな、もう。湿度低い。湿度低いな。湿度低いな。あれ、温度や。温度か。湿度も低いねん、でも。え、低ないよ。低いね。もう文句しか言わんやん、二言目には。俺が来る前につけたけど、加湿器。来る前につけたんや。ああ。だから俺が来る前やから遅いんでしょうね、多分ね。うわ、えぐ。もう、えぐいなおい。ずっとつけとかないと、今のこの時期なんか加湿なんかも大事ですよ、もう。そうやけど。はい、やけどや。うん。よくないなちょっとほんまに。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません、小島さん呼んでた時に。申し訳ない。大阪府のパラちゃんからです。はい、ありがとうございます。A グループのお二人、こんばんは。こんばんは。今日あった情けないことなんですが、うん、ダイエットのために毎日2時間ほど歩いてるのですが、すごいな。うん、今回は、今日は目的地をいつもより遠めに設定してしまったため、行きだけでめちゃくちゃ疲れてしまい、うん、帰りはバスで帰ってきたことです。何のために歩いてるのやら、と情けなくなりました。A のお二人は途中で断念したことありますか？はい。断念したこと、途中で諦めることね。僕なんかでも多いですからね。あ、そうなの？僕結構諦めがち。例えば何？分からんけど、もう多いから分からん。ほんまに諦めがち。もうええわってなる。ほんまに自分のしたいことじゃなかったら、自分が達成したいことじゃなかったら全然諦めちゃう。へー。なんかでもそれも含めて後々できたらいいな。なんか分からんけど。ああ、そう。分からん。まあそんな最近はないけどね。宿題とかそれこそ諦めがちでしたよ。あ、もう無理やわみたいな。もう無理やわってなってましたよ。断念か。断念多かったかな、結構。なるほどな。なんかあります？ない？いや、なくはないと思うねんけど、あんまりこう断念せん、うん、かな。まあ、もう、そう、なんかそういうやつもなくなってきましたよね、この20歳超えて。いや、まあまあ、そうそう、学生時代の方は断念できることが少ない。まあそうね、それはそうかもしれない。そう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 、断念っていう選択肢がなくなる。俺が言ったことを自分の言ったことみたいにすんな俺は今何も間違ってへん、発言的に。いや、でもほんまにそういうことっすよ、ね、いやいや、でもほんまに確かにそう、マジでそういうことっす。なんか若い頃の方が断念できることは多かったなって思う。あ、でも確かに俺も、でも走ろうと思って走ってたら帰り歩いちゃったりはするかな。あ、走るって決めてたのに、ちょっと距離俺も遠くすぎたなとか、はい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 、全然ある。まあ、まあ、それぐらいはあるよね、うん、でもね、まあ許される断念、許されへん断念はあります。ありそうやな。何やねんそれ、お前。何やねんそれ。ありそうやなって何やねん。許されへん断念。ない？なんかもう一番覚えてることみたいな。もうこれやってもうたな、みたいな。途中でサボってもうたな、みたいな。え、ないの？ないか。俺。許されへん断念はないで。ないか。俺もないんかな。許される断念しかないな。許される断念あるんや。まあだから、その宿題とかは全然ある。なるほどね、うん。断念しちゃうよね、まあ。そんなの、その何、夏休みにさ、ラジオ体操毎朝行くって決めてたのに行かへん。あ、え、あれやったことあるんすか？あるよ。俺ないんすよ、地域とか。え？そういう。あ、そうなんや。そうそうそう。俺小学校でやったから、スタンプラリーみたいなもらいに。あったんや。行ってた行ってた。もうほぼ全然知らんから、そういうの。あったんや。俺も断念したな。明日。毎朝その6時とかやねん。
なんか、すごいっすよ。漫画とかでしか見たことないけど。漫画で、あんねや、その。漫画である。あ、そう。団地友みたいなやつで。あるんですよ。あ、そうなの。そうそうそう。それは、そう、無理やったら断念したんやけどな。あ、断念したんや。うん、末田の断念した話です。もうすいません、情けない男で。いやいやいや、違う。そういう話でしょ。断念したことありますかっていう話でしょ。断念したことある。でも末田は情けない男です。情けなくないでしょ。はい。ラジオ体操もろくにできないでしょ。じゃ、言っててん、ね、ちょっと。ちょっと、はい、続いて。偉いな。はいはい。大阪市。これ何、どこ？どこ？ちょっと待って。これ。え、ちょっと。あ、え？ちょっと見して。あ、これなんて読むやろ。大阪市の、あ、でも、いや、多分、え、普通に読んだらいいんじゃない？多分。あ、え、宮古島や。あ、宮古島区。宮古島読まれへんかった。脱線。お前もやん。脱線。お前もやん。え、これなんで読めたっけって言ってたやん、今。え、宮古島って何あるとこでしたっけ？何があるってどういうこと？何？あ、京橋とか。京橋とか。あー。宮古島区ね。覚えました。宮古島区。大阪市、宮古島区。ダッサいな。お前も言うてんかったやろ。ラジオネーム、オールインさんからです。オールイン。ありがとうございます。ありがとうございます。今日私が悲しかったことは、はいはい、行きつけのスナックが今月いっぱいで閉店するという LINE が来たことです。あ、そりゃ悲しいやろな。こんばんは。54歳のおじさんリスナーです。何そのタイミングで挨拶があったから間違っちゃった。20年近く通っていた近所の駅の近くのスナック、ありがとうございます。この店があるから20年近く引っ越しすらしなかったのに、悲しいです。それは悲しいわ。この前新しいボトルを入れたばかりなのにめちゃくちゃ無駄やん、笑。最後はどんな歌を歌おうかな。屋敷高人さんのなめとんかでも歌おうかな。行きつけの店がなくなったとかありますか。いいっすね。そうか、悲しいっすね。それはそういうのはやっぱ自分がな、長いこと通っとったとこなくなるのは悲しいよね、やっぱり。それは悲しいわ。分からへん、まだそこまでそんな通ったとこないから。あ、だから行きつけの店がなくなったとこないじゃん、ありますか。あ、それはあるかな。あるよ。ある、あるあるある。それはやっぱ何が悲しいなってなる。悲しいというか、まあ、変わる、まだ時代変わるんやなっていう感じかな。新しい時代を待ってる男みたいな感じかな。お、分からん。あ、そう。え、何が？今のコメント。いや、新しい時代を、新しい風を待ってるかな、どっちかっていうと。え、ダサいって。まあそのさ、スナックとかまだ分からんから。いや、まあまあ、そりゃそりゃそうやけど。でもラーメン屋とかでもだいぶショックすけどね、なくなってたら。俺は、あ、自分のよく行く、うわ、ラーメン屋なくなってるみたいな。ああ、なるほど。閉まってる時だけでも、ちょっと営業期間とかでもいいやつ。ああ、だからもうほんまに通ってるとこはほんまになくなってほしくないから。まあな、そらな。末澤さん、行きつける店なくなったことないな。あるわ。あ、あるんか。駅の近くにな、はいはいはい、まあ俺がもう中学生ぐらいの時かな、はいはいはい、チーズケーキ専門店があって。ああ、いいっすね、うまそう。ほんまこう一口サイズぐらいの、へえ、うまそう、うまそう。が、10個とかで売ってんねんけど、はいはいはい、むっちゃうまかったの。うん、で、俺よう買いに行っててんけど、はいはいはい、自転車とか乗って。うん、あ、自転車乗れるんや。え？末澤さん。いや、乗れるやろ。自転車乗ってるイメージがなさすぎて、乗れるんや。今全然乗らへんから、そうやけど。今乗られへんか。今乗れるってだから。乗れる？一回乗れたら乗れるやろ、自転車って。いや、もう結構ふらついたりしますけど、ね。じゃあ、もうええねん、自転車の話。いいチーズケーキの話。だから、チーズケーキに戻そうって今言ってるから、チーズケーキに戻そう。俺がな。うん、俺がな、今俺が言ったよね、戻そうっていうのは。一回落ち着いて、はい。チーズケーキの店があって、その一口。なんか10個入りぐらい。10個入りのやつが。で、そこにまあ自転車で行ってたんやけど、はいはい、それがなくなって、急遽なくなって。急遽って言い方するのかわからないけど、急になくなったってことですよね。急遽の使い方、俺もごめんなさい、日本語あやふややから、まだわかんない。急になくなって。はいはいはい、急にっていうか、まああの、もうな、3日後ぐらいに閉店しますみたいな出方やった。急に？それ急やね。うん。むっちゃショックやったな、それはショックやろな。よう食べててん。チーズケーキ好きやからさ、俺。あ、そうなんすか。そう。初めて聞いた。ポケモンパンも好きみたいなね。ポケモンパン置いてありましたよ。ちゃうで、ポケモンパン別に俺今食べてへんからな。え、どういうこと？じゃあ昔好きやったっていう話。でも食べてたやん、さっき。さっきあったからお腹空いてから食べたけど。ね、さっきなんかあれが出たわ。ガーディーね。カービー。そう。ガーディー。なんでやねん、おい。食う資格ない。そんなカービー出てくると思ってる人に。ガービーはカービーであるけど。ガーディー、それで。ガーディーね。ウィンディーの進化前が。いいですよね。いやいや、あ、そうなんや、うん、え、でも確かに俺もそう考えた。地元でたこ焼き屋も潰れて。あ、俺もあるわ、たこ焼き屋。そう潰れたりした。おばあちゃんやってたやろ。おばあちゃんやったな、うん、俺もそうやね。一緒なんかな、ほな。一緒なんかな。10個で200円とか、うん、安いない、それは。
ちゃんとタコ入ってる。入ってんねん。だから、要はサッカー帰りとかでみんなで買いに行ってて。あ、サッカーやってたんや。やってたよ。でもサッカーやってたっぽい足してるんですよ、せいやくん。お前、毎ずっと、これね、そう、皆さん聞いてください。これいつも言うの、小島が。いつも言う。俺が半パンとか履いて足とか出してたら、サッカーやってた足やってますねって毎回言うてくる。マジで、もう分かるもん。サッカーやってた人の足。分かるって。分かるってあるから。どこで見分けてんの？法則があるね、これ、ふくらはぎ。うん。法則があるね、ちゃんと筋肉出っ張ってんね、サッカーやってた人。別にサッカーじゃないスポーツやってる人多分出てるで。いや、サッカーは特殊なんですよ。マジで。俺見抜ける自信あるね。サッカーやってる人の足は絶対分かんねえ。サッカーやってる人の足分かる。らしいですね。マジで。小島は。いや、みんなも分かると思うけど。分かるらしいです、うん。マジで分かる。中学校。まあ今のこのご時世的にもね、ちょっとなくなるね、そうやってこう、そうか。っていく店も。悲しいよね。あるんかもしれへんけど、ね。なんか新しい楽しみ見つけてほしいね、オジリスにも。そうね、また新しいとこ見つけてほしい ね。新しいとこで新しいボトルをね、開けていただいたら。ですね。はい。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん。はい。このコーナーでは、あなたからのメッセージをお待ちしております。嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどのお話を、来週水曜日当日にまたメールでお寄せください。当日ね。以上、ハッピートゥデイのコーナーでした。ありがとうございました。いつもヤンタン、レイジアン、操作 MBS、It's a happy today。予防の基本は、手洗いです。大人も子供も外から帰ったら石鹸で手を洗う。当たり前のことだけど、自分でできる予防策。牛乳石鹸、良い石鹸。君の役に立ちたいからおせっかい。あなたに元気になってほしいからおせっかい。おせっかいは人を思う強さと深さを持った全ての行い。一緒にやろう、マイオ石灰。インナートリップの霊友会。ねえ、呪いのホームページって知ってる？見たら死んじゃうんだって。呪いを解く鍵は、オンラインホラーシアター×ウミガメのスープ心霊配信の夜開催中。詳しくは心霊配信の夜で検索。飲んで治す用途で選べるイボコロリシリーズ、横山製薬。知らんかった大発見のコーナー。はい、このコーナーはですね、まだまだ若くて知らないことも多い僕たち A グループのメンバーにぜひ知っておいてほしいいろんなことをリスナーさんから教えていただくコーナーになっております。うん、それがね、大発見なのか、はたまた中発見なのか、はたまたまたはたまたはたまた小発見なのか、はい、僕たちがね、二人が判定させていただきます。お任せください。なんですけどね、小島くんごめん、不在中に正式ルールができました。あ、そうです、そうです。何これ。まあ、なんか、はいはい、メンバーの中で、うん、なんか認識が違ったんですよ、この、判定の仕方が。はいはいはい。で、まさかのが違かったんかな。あ、そうね。なんかリスナーさんから送られてくるネタをメンバーが判定するまでは一緒なんですよね。一緒。で、それぞれ楽器を鳴らします。うん。で、これ今まで2回鳴らしてたけど、1回だけ鳴らすっていう。そう、もう1回だから、じゃあ大発見だ、2人とも大発見とか、まあ別のやつもいいねんけど、出して、もうその場で鳴らすっていう。あ、そうなんや。そう。はいはいはい。なるほど、なるほど。了解です。うん。なるほどね。が正式ルール。かしこまり正式ルールがついたんです。はい。了解です。です。はい、それでは早速参りたいと思います、ね、お願いします。奈良市のラジオネーム、メスゴリラさんからいただいたものです。服屋さんで服を選んでいるときに店員さんが言う、それ私も持ってるんですよっていう情報、いらない。あ、はいはい、まあ、続きがありまして、はいはい、まあ、だから何なんだろうと思いますね。あと試着の服がちょっと大きいとき大きめに着るのも最近のトレンドですよっていう情報とかもいらないです。はい、まあ、皆さんが服を買うときのポイントは何ですかって思います。はい。これ、どうなんやろうね。俺めっちゃわかるけどな。それ私は持ってるんですよ。いらない。いらん。ああ、そうなんや。だって、あなたの、と別に恐ろしたいわけじゃないやん。まあ確かにな。そう。だから別にその情報俺もいらんな。いらんな。俺、てかあれね、あんま店員さんにこう、話しかけられるの好きじゃないのよ。あ、そうなんや。うん。まあ、服屋さんによるねんけど。はあ、はあ。だからあんまりこう、いろいろこう何これ今トレンドですよとか。別にだってトレンドを狙って買いに来ている時もあるやん。え
ちょ、もう話聞いてなかった。え、どう、トレンド狙って買いに来てる時もあるやんって。違う違う、トレンドを狙って買いに来てない時もあるやん。うそ、そうそうそう。あれと思って、そう。俺の、くせにちょっとしたよな。おかしいよな。うん、なるほど、ね。そういう時もあるやん。まあ、確かに。毎回毎回トレンドを狙ってないのか。そうです。自分が欲しいものを買うのがね、一番ですから。そうそうそう。はい、それは俺もちょっとわかる。メスゴリラさんの気持ち。ね、メスゴリラの気持ちわかんの？わかる。奈良のメスゴリラ。わかる。わかる？俺わかるよ。ああ、確かにね。うん。まあ、確かにいらんちゃいらんけど、まあ、どっちでもいいけどね。もう無視しちゃってるけどね。その、あんま聞いてない。ああ、もうだから。別に。あ、まあね。特にそれに反応もせへんから、だからいらんっていう感情もないな。一番ドライなのかもしれない。ポイントは買うときの。あ、聞いてくれてますね、メスゴリラさんが。うん、皆さんが服を買うときのポイント。ポイントわ、ポイントわかんないな。でも、なんか、まあ、買うときのポイントか。ポイントか。まあでも、そんななんか調べていったりはあんま知らん。一番それに近いとか、これやとか、なったら、かな、ぐらいかな。ポイントっていうポイント。俺はでも結構、なんやろな。ああ、調べてはいかへんけど、目星をつけていくかもしれん。ああ、そこの店に行く。うん。ああ、なるほどね。それこそ小島行ったやん。ちょっと前に。行ったね。二人で。行きましたね。二人で？二人で。意識しなかったわ、じゃあ。今一人抜いたよね、A グループの。もう一人 A グループのメンバー三人でね。ほんまに、二、三週間前くらいね。うん、二人じゃなかったね。もうちょっと前か。はい、佐野と三人ですね。はいはいはい、それこそ、ね、ああいう、あれとかは、結構調べて。調べていってましたね、せいやくんが。そうそうそう、ね、住所とかが出てないからね。そうね。とことか行ったりしたね。調べて行ったりします。なんかそのも来たやつでしょ。なんか知らんけど、サノも。俺何回も聞いても、そのほんまになんで来んのって。うん、サノもどこ行くかわからんまま一緒に移動してたから。そう、今からどこ行くんすか、うん、ちょうどお腹空いたから、とか言っとったもん。全然関係ない。俺は飯食いに行くわけでもないし。ありましたね。なるほどね。まあ確かに。うん、まあ、調べていくのもいいですから、ね、まあね。うん、なるほど。なるほど。じゃあ、メスゴリラさんの、それ私も持ってるんですよという、服屋の店員の情報、いらないは、判定してみましょうか。はい。せーの。中発見。ほう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 。なるほどね。まあ、俺はこれはまあまあまあ、俺もそうやからっていうところ、ね。ああ、確かに。発見っていうとこじゃないかなっていうとこ、ね。ああ、なるほどね。まあ、俺は、よう言ったねって感じかな。よう言った、ね。メスゴリラ。うん。奈良のメスゴリラ。奈良のメスゴリラ。奈良のメスゴリラがよう、メスゴリラやのによう、日本語でこう、頑張ってきたねって。メスゴリララジオ、ラジオネームやねん。送ってきたねっていう。まあ、なるほどね。じゃあもうこれで終わりということで。あ、そうです。いいです、あ、そういうことです。そうです。で、次に行くってことですよ。ね、すよね、はいはいはい。なるで行ってくださいね。あなたちょっとブランクあるんですからね。ブランクあるとかちゃうやろ。ルール変わってんねんか、ブランク関係ないやろ。ルール変わってんねん、来たら。そんなんはもう慣れて行ってくださいよ、早く。いや、もう慣れすぎたら怖いなって思いますけどね。慣れも怖いですけど。うん、まあでも慣れていきましょうよ。おい、なや、それ、ウィンクか。俺にウィンクしたか、今。やめてくれ。金輪際な。はい、それでは、続いての紹介に参りましょう。兵庫県、みかんさんからいただいた発見です。関西人が喋るのを関西弁って一区切りにされるが、関西弁でも地方によって違う。はあ、これ面白いですよ。はいはいはい。例えばね、来ないの関西三段活用。大阪、来えへんな。京都、来いひんな。兵庫、こうへんな。A グループの皆さんは、大阪、兵庫、京都と言いますが、やっぱりちょっと違いますかとのことです。なるほどね。関西弁でも地方によって違う。え、ちゃうんちゃう？それはあるよね、確かに。だって俺は結構ちゃうで、多分。え、こうへん、来ないことこうへん？こうへん。あ、でも俺もこう、来ないはこうへんやけどね。けえへん。まあ、けえへんも言うか。全然けえへんの。こうへんの。俺も何々嫉妬とか言うやん。そうね、兵庫はなんか、せいやくんしか言わんワードがあるよね。あ、せ、佐野言わへんの。まさに言わん。まさに嫉妬とかそんな言わへん。あ、ほんまやな。佐野言わへんわ。なんでやろ。兵庫やな。佐野兵庫やな。うん。衛星兵庫やな、佐野だから。あ、そうなんや。そっちが本物兵庫なんや。わ、うん、からへん、多分な。なるほどね。嫉妬とか、そうやな。だから関西弁は関西弁でも。だって俺だから、ジャニーズ入った時に、衝撃やった。めっちゃバカにされたんや。ジョー。そうなんや。ジョー君、うん、へぇー。何は男子の、とう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 うるさいなって。へぇー。何なん、とうって。って。あ、俺その時に、あ、大阪で、通じひんねやと思って。あ、そうなんや。もうわかるけどね。あ、でもおったわ。せやくんと同じ、とうとか使う人。確かに俺も兵庫そのイメージあるかも。あ、嫉妬。嫉妬とか全然、だから全然違和感なかったから。あ、ほんま。そうそうそう。兵庫の知り合いが。確かに関西、まあそれはそうやな。関西人、関西弁で一区切り。なんか大阪でもなんかちゃうじゃないですか。
そのどんどんちょっとなんか言葉遣いがね違うかったりするから、大阪でも全然何それっていうやつもあるから、まあこれは確かになあるかもしれない。リッチャーの京都はあんま感じひん。でもキーヒンなとかイメージつきますけどね。なんか京都の人、俺ちょっと京都の人リスペクトしてるとこもあるんですけど、なんかうまないですか敬語、関西弁の。なんか関西弁の敬語、キハルとか、あいらっしゃる、なんかちょうどよくないですか、はい、いらっしゃるやったらかしこまりすぎやけど、はい、来るって言ったらちょっとあれの時に、なんか来はるから、みたいな。でも別にさ、京都じゃなくてもよくない来はる。俺来はる京都やと思ってた。俺だから関西弁、大阪で使ったことない。治安悪い。治安悪ないよ、全然。全然、ただの堺市ですから。堺市まで行ってんねんもんな。すげえよな。堺市も何が、え何がお前堺市まで世に出てんねやろ。世に出てる。すげえな。全然。全然。あ、そうか、堺市でも広いんやね。そうそう、堺市、大阪市の次に広いから。ああ。そんな、そっからどう狭めるかっていう感じだね。狭めんでよ。まあ、みんながね。そうそう。もうほんまに狭めんといてほしい。マジで。いや、そらそうやろ。そらそうやろ。堺市で止めといてほしい。堺市で止めといてほしいよね。堺市で止めといてほしい。もう嘘つこうかな、大阪市とか。嘘ですもう。えもうめちゃめちゃ世に出てるやん、堺市。世に出てる堺市。堺市、ちょっと言ってもたらな。そうか、そうか、なるほどね。まあだからまあこれ判定しますか。はい、じゃあ行きましょう。はい、せーの、小発見。なるほどなるほどね。まあまあこれはまあ、まあそうやなって感じ。なんとなく確かにっていう、うん、厳しいっすね須田さん今日。どっちとも小発見。いやいや俺いつも厳しいよ。あ、いつも厳しいんや、ね、うわマジか。俺あんま大発見出さへんよ。マジきついな。そんな甘く確かに甘くしてねえんだよ。おなんだよ、急に。急に何？急に GTO みたいな。急に熱いドラマみたいになってきたやろ。甘くしてねえんだよ。それ GTO が出てる。なんか急に熱い教師みたいな。なるほどね。星座に熱い教師役待ってます。ティーチャー鬼塚。おー、はい。それでは、読ませていただきたいと思います。すいません。取り乱してしまいました。神戸市のラジオネーム、坊主が屏風に上手に絵を描いたさんからです。ぐるぐるバットした後、両耳を引っ張って歩くと、まっすぐ歩ける。あ、じゃあもうこれは聞くことある、ね、もうわかんないんで、ちょっと末澤先生もう実証お願いしていいですか。はい。いやもうええねんけど、俺三半期間弱いんよ。三半期間弱い人や。三半期間弱い人。2回やろうよ、だから。1回目で俺、末田さんならいけると思うよ。こっちに歩けばいいね、じゃあ。こっちに歩くじゃん。まっすぐ。じゃあ、まずは耳引っ張らへん。引っ張らへんと。次に10回回って歩けばいいの。自信あるでしょ、そんぐらい。三半期間弱いけど。三半期間弱いって、なんかめっちゃ罪悪感出るからやめてほしい。言われたら、申し訳なくなるから。もう気ぃつけてね、怪我せんとってね。末田さん、こんなん。怪我するようなもんしかないで、周り。怪我するのもいっぱいやね。テレビ、電子レンジ。かどまって。怖いね。怪我だけはせんとってください、ほんとに。これね。何見てんの今。いや、加湿度どうなってんのかな。加湿度どうなってんの。お手入れ光ってるよ。お手入れ光ってるよ。もううるさいな。うるさいな。じゃあもう早速、まあ、耳引っ張らんとまず歩いてみましょうか。いけるか。それでは、末澤先生、お願いします。はい、1、回ってます。ちっちゃいながらに頑張ってます。はい、2。はい、3。4。あ、結構、ブレてきたね。あ、やばい。三半期間弱いもんな。6。泣きそう。泣きそうなってる。三半期間弱くて、7。泣きそうなってる。8。え、まだまだ、あと9、はい、9。で、ラスト1周、10。はい、ゴー、いけ、せや、頑張れ。せや、赤しつきに突進した。赤しつきに頭から突進してる。情けない。情けない姿。ああ、情けない。泣き声。頑張れ、歩け。じゃあ、そっちじゃない、まっすぐ。そう、そっち。あ、よく、あれ、ああ、こけてる。危ない。ちょ、ほんまに怪我せんとって、マジで。危ない。貸し付けに戻ってくる。助けろよ、お前。危ない。俺今、ラジオ DJ やねんから、助けられへん。頑張れ。お、あ、歩けた。あ、おー。結構時間かかったけど、まあ、歩くのはできました。成功はしましたね。気分悪い。危ない。これ、周りがトゲトゲやったら、もうトゲトゲって刺さってる。さっき食ったポケモンパン出そうとか、もうやめてください、もうほんまに。ポケモンパンやめてください、そういう風に名前出すの。もう一回やる？次じゃあ耳引っ張ったバージョン。耳引っ張って果たしていけんの？今の感じだといけなさそうでしたけどね。だってもう俺はまず7回8回ぐらいからもうドヨンドヨンしてたら目の前。ドヨンドヨンって何？初めて聞く擬音やからびっくりしてんけど。ドヨンドヨン、なんかグラグラしてたんやね、多分。やばいっつってたもんね。ドヨンドヨンしてたもん。ドヨンドヨンしてたよね。でもほんま加湿器に突進してたからお前気つけて頭から。マジで、いやもう分からへん、どっちが前か。怖い、ドスファンゴみたいな。よし！気つけてね。はい、じゃあ10回。耳引っ張ったらいいねんな。両耳？回った後両耳引っ張って歩いてみて。引っ張りながら歩くってこと？引っ張りながら歩く。
OK。だから三半規管整えるみたいなことなのかな。三半規管弱いけど、いける？頑張る。頑張って。それでは、末澤誠也くんの両耳引っ張るバージョンのぐるぐるバットです。どうぞ。あ、1。あ、さっきより遅い。もう1回手目か。おえって言ってる。2。やめてよ、おえとか。3。おえとか言うのやめてな。4。はい、5。いいっすね。6。いいじゃないですか。7。いいっすね。8。お、9。いけるいける。10。OK、ゴー。両耳引っ張って。お、おー、いけてるいけてるいけてる。あ、立った立った。お、あ、もう、いけたー。いけた！皆さんいけました！末澤誠也、両耳引っ張ったら、まっすぐ歩くことができました。うっ、すげえこれ。え？やば！いい、めっちゃいい実験結果。やば！末澤誠也がヘロヘロなっております。これはちょっとなんか、申し訳ない気持ちになりますね、僕見てて。ヘロヘロなってる、今もう。足組んで何言うてんの？すげえ疲れてる。足組みながら何言うてんの？なんか言ってますけど。足書いてるし。いや、かゆくなった。いや、大変そうやな、これ。久々ほんまランニングした後の誠也くん見てるみたい。めっちゃ疲れてる。もうやめて、もうそんな姿見たくない。猫背になって、やばやばと今、ブース内に入って戻ってきました。ああ、戻ってきました。どうですか？わ、すごい疲れてるね。すごい疲れてんじゃん。なんか言ってよ、一言。どう？え？言われへん、なんも。気分悪い。気分悪いって。やばいやばいやばい。じゃあだからさ、これそもそもさ、そもそも小島がやればよかったくない？なんで？俺三半規管弱いねんから。じゃあ三半規管弱いとか。でもこういう試すのはもう末澤先生なんでしょ？なんかいいじゃないですか、でもそういう。試す系？そう、試す系は私。まっすぐ歩けてたん俺。え？まっすぐ歩けてたん？ 2 回目歩けてた。てか、2回目はこけんといけた。だからまず1回立ち直ったし。まあ、マシはマシやったんかもしれん。あ、もうわからんの自分で。わからんねや。でも結構1回目きしょかったっすね、正直。なんか加湿器に突進してたから。じゃ、それ分からんって。びっくりした。こっち必死やから。マジで、なんかほんまに南とかで見るよ。ほんまに。酔っ払いみたいなこと。酔っ払いというか、ほんま癖の強いね。そう、もう遊びすぎたやろなっていう。加湿器に突進してた写真は撮れてんのかな？撮れてんのかな？撮れてない。撮れてないんかい。撮れてない。なんでやねん。なんでな。携帯ずっと構えてたやん。なんでやねん。ちゃ、何のための携帯を構えてたんじゃ。え、何やった俺は。なんかあまりに無様やったから撮らんかったらしいです。まあほんまそうよね。いや、ほんま俺も無様すぎてちょっと、見ててほんまに。マジでマジで。ネクタイが頭に巻かれてた。いや見えたもん俺。見えたよ俺。千鳥足で。もうなんかもう。なんかあまりにも無様すぎたから。確かに俺も見たくなかった部分はあった。あ、ほんま。実況はしてたけど。ちょっとなあ。まあそうか。まあでも末澤さんにここまでやらしたんですからね。判定しますかじゃあ。判定しますか。疲れてるね。末澤さん疲れないで。はい。それでは。判定に参りましょう、はい、せーの、大発見。あー、くそ、地発見が大発見。くそ、無理やったか。いやでも末澤さん頑張ったから、これほんまにドタバタしてね。加湿器頭とか痛ない今？痛いよ。痛いよね。大丈夫？大丈夫じゃないって。リバースは大丈夫？え、リバースちょっと落ち着いたけど。あ、リバース落ち着いた、よかった。リバースとか痛くないもんな。やっぱ2回はきつい。いや、三半規管弱い人多分分かるよね。リスナーさんでも多分聞いてくださってる方、三半規管弱いって自分で分かってんのすごいですね。でも俺分からんから。え、だからジェットコースターとかでも言うの。あ、なるほどね。そう、あ、まあ、それぐらい。あとこの回る系特に言う。そう、観覧車とか。それゆっくりやから大丈夫。すいません、末澤がローテーションになりました。どうしてくれるんですかこれ。これやったせいで。いや、ありがとうございます。でもね、僕は大発見やったけど、はい、まあちょっとね、末澤さんがハードになったということで、はい、それでは続いてのお便り。あ、まだあるんですね。まだありますよ。まだあるんですねって何。心の声で出てきてたで今。まだあるんですね。休憩やと思ったやろ、はい、まだ、はい、ました、はい、まだまだ、もうまだまだいっちゃおうじゃ、はい、兵庫県のラジオネーム幸せの青い鳥さんからです。末澤誠也くんはヤンタンに出ると佐野くんの名前を一回は出す。そんなに好きなんですかと聞いてくださってますよ、青い鳥が。え、ほんまに？ほんまに一回は。だってスタッフも感じており、ラジオの前に佐野くんの出ているアンアンを熟読している姿も見ていると。いや、それは佐野が、それはちゃうよ、それは。あ、これはそう、出た時やったから。まあそれは見ますよね、熟読というか普通に。そんな俺佐野の名前出してる？出してるらしい。だから一回は出してるんでしょ。だからもう好きなんじゃない？そっか、今日も言ったもんな、うん、佐野の話。え、佐野とやったことは？ラジオ。あるよ。一回か。一回。一回あんねや。へぇ。どうやったんすか？え、全然。あ、そうなんや。やったと思うけど。まあでもいいコンビっすよね、マサヤとセイヤ君。うわ、もうほんま？うん。いいコンビだと思う。もうほんまにローテンションなってるやん。あ、ほんまとかしか言わんくなってんの。日常会話でもこんな冷めてる時ないで。
一回は出してるらしいよ。一旦休憩してよ俺。ダメやって。しかも今、末澤と佐野の話やのに。小島関係ないんだよ、むしろ。小島が休憩していい話やのに。いや、ちょっとそれ、小島がコメントしてちょっと。小島がコメントして、まあでもほんまに仲いいと思いますよ、二人とも。すごい、7歳差とかやけど。なんか面白いですしね、表の、その、なんか、テレビとかでの絡みとかも。なんか、まさやとせやくんにしかできひん、その、なんか、いじり合いみたいな。なんか、お互い信頼し合ってるんやろうなっていうのがすごい目に見えて。僕も好きですけどね、このコンビは。うん。寝たな。おい、起きろ。何寝てんねん。なんて寝んねん。ねんな。続いていきますよ。まだまだ。じゃあ判定してないって。判定かこれ。名前出しがちってことだよね、だからね。判定いきましょう。せーの。中白犬。え、中白犬なんや。なんで？え、そうやったんやと思った。自分で自覚なかったから。あ、なるほど。言われて。ああ、そうなんや。でもそうなんですよね、実際。あ、じゃあ毎回一回は出してんねや。うん。あ、俺それ自覚なかったわ。だからもう好きなんちゃう。好きなんやわ、じゃあ。自覚ないうち。好きなんや、佐野のこと。めっちゃ疲れてるやん。好きなんやしか言わんやん。なんなんそれ。張り合いないって。かかってこいよ。一緒に。一緒に噛み合おうぜ。いつも噛み合ってるやん。なんで急に受け入れるの。マジで疲れてるやん、もう。いい？次行きますよ。はい。大阪市の中央区、ラジオネーム、ささみチーズさんからです。授業中、先生が怒って職員室に行くとき、なんかヒヤってする。はい、とのことです、はい。授業のチャイムが鳴ったのも聞こえず、話をなかなかやめれないグループがいます。そんな時、教室に先生が入ってきて、席についてくださいって注意しますが、言うことを聞かないんです。先生の顔もだんだんとこわばってきて、声も大きくなってきます。最終的に先生は激怒して、教室から出て行ってしまうんですね。おしゃべりグループもドアを閉められて初めて反省しますが、もう遅い。後から体育の先生にクラス全体が怒られたんです。私ら関係ないやんっていつも思います。とのことですけど、末澤さんですよね、これ。おしゃべり。グループ。違いますけど。そうでしょ？いやいや、違います。僕静かにしてたんで。してないでしょ？生徒会長やってたんで、僕。生徒会長やってたってな。ほんま、ガチやもんな。ガチやもんな、それ。おもろいけど。高校の時に。おもろいけど、ガチやもんな。ちゃんとやってましたから。結構広まってますもんね。みんな。知ってますもんね。まあ、そう。ファンの方とか。やってますからね。はい、どうですか？なんかヒヤッとするっていう。だからまあ、これ、おしゃべりグループじゃない側のあれですよね。多分、気持ち。ヒヤッとはしないよね、別に。まあだから、関係ないのに。ヒヤッとするってことは、なんかやましいことあるんじゃないの？いや、ちゃうんじゃないですか。関係ないのに怒られ、なんで怒られてるんやろ？怒られるの怖いって、怒られるのは怖いじゃないですか、みんな多分。だから、なぜか怒られてる状況がわからへんっていう。嫌なんちゃいます？わからんねや。おしゃべりグループやから。怒られるの怖いと思ったことはないですね、僕。怒られるの怖いと思った。かっこええ。かっこええぞ、おい。それはないですね。やばいって。怖いとは思わないけど、だからそのヒヤッとはないですね。あ、ヒヤッとはない。はい。ヒヤッとはないっすね、とかなしやから、これ。判定するやつやから。そのさ、否定すんのはちゃうくない、これ。聞いてきてるわけちゃうし、末澤に。そうそう。ヒヤッとしません。いや、強化しちゃうから。そうか、そうね。そうそう。まあ、発見するじゃん。三半規管が弱ったことによって、脳のこの、まあ確かに、ね。思考回路が。ちょっと変なんかもね、いつも。そう。ああ、そうか。うん。これはまあ、誰のせいでもないですけどね。いや、あなたですよ。俺？なんで俺やねん。あなた。なんでやねん。あなたがやってくれたらよかった話ですから。いや、ちゃう、こういうのはもう末澤先生って決まってますやんか。まあ、ね。じゃ発見参りましょう。はい。それでは、せーの。小発見。ごめんなさい、ね。小発見何回置いて、お前も小発見。ごめんなさい。はい、ごめんなさい、はい。小発見やったんかい。ありがとうございます。すいません。でもそうですよね。気持ちは痛いほどわかります。はい。わからんやん。わからんから小派遣してんねやろ。それでは、続いてですが、豊中市のラジオね。もうラストですね。これがラストです。これがラストね。違います。今のがラストです。今のがラストやったの？はい。あ、そういうことね。いいよって言われた。はい、参りましょう。行きましょうじゃあ。豊中市の、ラジオネーム、オジリスでごめんさんからです。オジリスありがとう。試験勉強をしている時に限って、机の掃除とかしてしまう。昔のことを思い出して投稿します、現実逃避なのか何なのか引き出しの整理とかしてましたね。35歳になった今も企画書の締め切りがあるのにパソコンのフォルダーの整理とかやってしまいます。あー成長せんなーとのことです。ありがとうございます。オジリス全然ごめん。いやわかるわ。これは僕もあったね。俺もある。なんでなんやろなれって。なんかでもある名前もついてるらしいですよ、そういう効果に。いやそうなんや。そうそう、だからほんまにちゃんとあるんですよ。実際ちゃうことやってまうよな。捨てるときにそうそう、なんか気になっていつもやったいじらんところいじったり。わかるわ。そうそうそう、それはもうデッキとしたね、多分症状やから。はい、いっちゃう。せーの、大発見。大発見。おい大発見で終わろうぜ。おいおい、なんてやねん。大発見の流れやったやん今。わかるわなって。なんでなん。だからその、わかるからこその大発見さはないっていう。何それ、何どっかで屈折したん。
なんで屈折するん。はい、ということで、行こうぜストレート。以上、知らんかった大発見のコーナーでした。あー、大発見出したかったな。ありがとうございました。それではここで一曲お送りします。来た、昨日は2022年2月22日でスーパー猫の日でしたね、ということでですね、はいはいはい、今夜は1987年から9年間、はいはい、ヤンタン水曜日を担当されたレジェンドノブリンこと原田信郎さんが1979年にリリースしたナンバーをお届けいたします。来ましたね。あのねのねで猫ニャンニャンニャン。来た。週休3日で正社員、シフト自由、そんな仕事あるわけ？あるんです。マグナムメイドサービスならライフスタイルに合った今時の働き方を応援します。趣味も家族との時間も全部思い通りだ。フリーターっぽい正社員でその希望を叶えます。詳しくはマグナムメイドサービスと検索。コーア独自のティアーズ製剤で春が変わる、バンテリンコーアパッド EX。 このプルプルの製剤が肌にピタッと張り付いて痛みを直に取り続けてくれる。肩でも腰でも痛いとくればバンテリン。パッド EX 第2類医薬品です。ケーブルテレビ J コムで MBS ラジオが聞ける。大阪、京都、兵庫、和歌山の J コムサービスエリアで MBS ラジオがテレビで聞けるのをご存知ですか？テレビを12チャンネルの J コムテレビに合わせてリモコンの D ボタンを押し、メニューから MBS ラジオを選ぶだけ。クリアな音のラジオが簡単無料で楽しめます。このサービスは対象エリアで J コムのケーブルがつながっている全てのデジタルテレビでご利用になれます。詳しくは J コム 0120-999-000 0120-999-000 まで。リスナーさんが今言いたくてたまらないあんなこと、こんなことたくさん届いています。ご紹介いたしましょう。ちょっと休憩したので復活いたしました。あ、さすが、ほんまに復活してるわ。はい、大阪府豊中市、ラジオネームキョンさんからです。ありがとうございます。せいちゃん、けんちゃん、こんばんは。こんばんは。突然ですが質問です。
何ですか？3月に衝撃にお邪魔する予定なのですが、うん、感激前にヘアカラーに行きます。小島くん、うん、好きな女性のヘアカラーと髪型教えてください。それで行きます。いやちょっと重いわ、荷が。これは荷が重いて重要よ。俺なんかさ、ヤンタさんでさ、ほんまに、うん、タイトめが好きとかね。あ、服装ね、はい、増えました。本当ありがとうございます。え、実際ライブとかでタイトめの服着てくれる人多いの？うん、いや多い。嬉しい。嬉しい。いやもうほんまみんな可愛いからさ、ファンの方ってもう本当に何やってても可愛いからさ。ヘアカラーと。ヘアカラーなんかある？何だ、もう自分のしてほしいやつ。俺ヘアカラーあんまこだわりないけどな。どんな色でもいいの？どんな色でもいいけどな。レインボーとかでも？レインボーでもいい、全然いい。レインボー、ただ周りの子にちょっとなんか思われそうやな、変に目立ちたがりとか、それがちょっと心配。だから。カラー別にこだわりないの？カラーこだわりない。別に。なんでも、髪、長さも。ただ長すぎんのはちょっとあれかもな。あ、ロングじゃない。ロングすぎたらちょっとあれかも。ミディアムぐらいかな。もうほんま何でもいいけど、もうほんまに、ちょっとでもまあ。でもこのキョンさんは聞きたいんやで。あ、聞きたい。まあちょっと首見えるぐらいかな。あ、長さ？首は見えたいかな。首見えるってどういうこと？なんか、長くてこう、首下ろして、首見え、まあ首、だから見せてもいいし、俺に見せてくれても。全然。首を？うん。任せます。別に長くてもいいってこと？長くてもくくってたら見えるやん。うん、でもいい。え、だどっちがいいん？いや、ほんまない。これ、ユージフなんとかじゃなくて、マジでないから、決めるあれがないんですよ。もう似合ってたら、うん。一番自信ある髪型で来てくれたら、あ、キョンさんが一番自信、うん、一番私が可愛いって思う髪型が一番可愛いから。と髪色で。はい、と髪色で。で、タイトめで。はい。はい、ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。タイトめでね。服装はタイトめで来てください、キョンさん。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい。はい、それでは、続いて愛知県の、みのりさんからです。ありがとうございます。いつも末澤くんがヤンタンスタッフさんらが反応してくれないと言ってる印象ですが、今日はスタッフさんの笑い声がこちらまで聞こえてきます。お、本当に嫌われてたらどうしようと思ってたので安心しました。よかったです。みのりさんが心配してくれてんで。あ、俺が嫌われてたらどうしようと思ってたらどうしようと思ってくれて。俺が嫌われてるわけないやん。なんでそんな自信あるの急に。何それ。俺はもう愛を持ってヤンタンスタッフさんと接してますから。それでも反応してくれへんって言って、今日はでも笑い声が。え、基本反応してくれてんのよ、ね、マジでまさかどの時だけやってん。あ、そうなんや、なかったんや。あ、そういうことね。そう、もう異常なぐらい。あ、そうなんや。うん、もうなんかそっちでやってみたいなジェスチャーまでされたから。でも笑い声だから聞こえてきてよ、嬉しいですね。でもそれは確かに、まあ、それはありがたいよね。みんな笑っていただいてるってことですね。一緒にね、うん、やってますからね。ありがとうございます。さあ続いて、はい、関東在住ラジオネームハラミちゃんさんからです。ハラミ、ありがとうございます。ありがとうございます。小島大先生、聖夜くん、わっさわっさ男小事件、ヤンタンおかわりなさい。やっさ、今日腹痛で一日寝込んでいたのですが、おい、わっさ、ラジオなのに腕相撲や自由なのが好きです。元気出ました。わっさ、先ほどの餃子の話を聞いていて思いましたが、東京は餃子は酢、醤油、ラー油が置いてあって自由に組み合わせます。あ、そういうことか。醤油なんか、私は酢、醤油、ラー油、一味を全部入れますが、はいはい、酢だけの人、酢醤油の人もいます。わ、大阪と違うとは、私も大阪で餃子を食べたことないかもと思いました、うん、大阪に行けるようになったら早く遊びに行きたいのですが、 お二人おすすめ大阪グルメはありますか。ありきたりですが、はい、私はいつもたこ焼きばかり食べますと。これもう僕さっきちょうど話してたよね、これソウルフードというか。僕豚まんないよ。ああ、言ってたね。もうほんまに551の豚まん。はい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 。豚まんね。一品ですよ。マジでうまい。大阪、そうやね。大阪グルメやね。うん。豚まんかな。豚まんか。あれはもうすっごいうまい。俺も豚まんかな。そうか。たこ焼きとかじゃないですね。でもまあ、たこ焼きいつも食べてる。あ、食べてるから。たこ焼き以外のもんやったら。新しいもの。豚まんは。うまいよね。うまい。マジでうまい。まあ、ご時世的にちょっとあれけど、食べ歩きとかもできてたからさ。いや、そうね。最高やもんな。わかるわ。ね、ぜひ、来た時は、豚まん食べてみてください、うん、大阪で。お願いします。はい。ありがとうございます。それでは、栃木県のエミカさんからです。ありがとうございます。せいちゃん、けんちゃん、こんばんは。こんばんは。先ほど餃子の話が出ましたが、お二人がポン酢派なのが意外でした。さっぱり好きのお二人に、餃子大国、栃木県民的おすすめしたいのは、山中に巻いて、サウザンアイランドドレッシングで食べることです。宇都宮の有名なお店で食べたら革命的な美味しさでしたよ。ぜひやってみてください。とのことです。山中に巻いて、うん、サウザンアイランドドレッシング。俺聞いたことない。だから、何？サウザンアイランドドレッシング？ちょっと酸っぱいやつじゃないの？そうですよね。あ、知らん。もうごまだれしか食わん人やからさ。ちょっと酸っぱい感じのやつよね。そんなん食べたことないわ。うまそうやな、でも。うん、食べてみたい。栃木。餃子うまく。宇都宮ね。
宇都宮いいっすよね。行きたいわ。行きたいっすね。そうライブとかでね、行けたらいいのよね。行きたいっすね、栃木県は。楽しそうやな。確かに。それ、ちょっと、今度試してみます。ありがとうございます。食べましょう、食べましょう。さあ、続いて、はい、兵庫県ラジオネーム、ダーちゃんさんからです。ダーちゃん。ありがとうございます。せいやくん、小島くん、こんばんはっしょい、しょい。こんばんはっしょ、こんばんはっさ。最初やめてね。小島くん、衝撃中、東京暮らしだったせいか、うん、さっきからちょくちょく標準語になってる。あ、マジ？すごく気になります。小島くん、東京に染まってしまったわら。いや、これはでも、最初の方はちょっとボケでやってた。うん。うん、で、誰も突っ込まんからびっくりした。まず、せいやくんがなんで突っ込まへんねやろって思った。ああ、うん、俺がね。うん。だってもう俺はそれはもうガチや思ってるもん。ガチじゃないから。ね、なんか取り返しつかへんくて、ちょこちょこ変なタイミングで出てるだけで、全然染まってへん。いやいや、皆さんこれがほんまに出てます。でも、末座が突っ込まんかったのが悪いかな、俺的には。これ、ラジオじゃない時も、小島標準語で喋ったりしてます、ね。じゃあ、ノリでやん。染まらんやん、そんな。1ヶ月で染まる。どんな、俺、末座せいちゃうねん。何が、末座せいやちゃうねん。いや、末座せいよ。舞台中の末座せいやちゃうねん、俺。舞台中、俺、標準語なるからな。なるからな。すっごい標準語なるから。確かにな。そうね。いや、大丈夫ですよ、僕は。もちろん。染まってはないんやね。もちろん、もうソウル、マイソウル、関西。あ、大阪ですよ。です。で、ダーちゃんさん。安心してください。大阪育ちですから。小島は、東京には染まってません。東京には染まってません。はい。何色にも染まりません、僕は。かっこいい。そう、まるで漆黒です。はい。それでは、東京都板橋区の CC さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。せいやくん、小島くん、こんばんは。こんばんは。月曜日に明星が発売され、ジュニア大賞が発表になりましたね。あー。せいやくんは恋人にしたいジュニア第17位、いい匂いがしそう第3位、小島くんはグループをプロデュースしてほしい第2位、友達にしたい第5位などランクインしていましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。ジュニア大賞らオタク側からすると、オタクファンの方からすると、毎年のお楽しみなんですが、メンバー同士でジュニア大賞の話とかしたりしますか？とのことです。せえの？せえへん。これ一切してなくない？せえへんの？一回も一言もしてないな。してへんな。そうか、プロデュース2位、俺今これ知った。あ、そうなの？うん。1位狙ってたのに。いや、だから、狙いたいよね。やっぱ1位、何事もやっぱ1位を狙いたいよね。もちろんもう全部1位行きたいね。来年行きたいね。みんな頑張ろうよ。だから、恋人にしたいに、全員ランクインしたいですよね。うん、あ、確かにな。それもあるよね。全員ね。全部でも入りたいよね。1位。うん、何かしらで1位いっぱい取ってるグループってめっちゃかっこいいもんね。あ、確かに、いろんなジャンルで1位取ってるのってかっこいいよね。かっこいいよね。A っぽいし。なりたいね。確かに確かに。これは僕たちもね、頑張りますから。頑張りますから。いい匂いがしそう。第3位やったんや、せいやくん。あ、俺そうなんや。ね。面白いな。いい匂いしそうなんや。へぇ。面白いですね。ってことは、小島もいい匂いしなさそうってことだよね。なんでやねん。いい匂いしなさそうランキング1位に俺が入ってるのはわかるけど、なんもないから、そんな。それは違うもんね。いい匂いするけどな、俺マジで。匂ってほしいわ。何の匂いする？柔軟剤。俺は柔軟剤、もっぱら柔軟剤。ああ、そう。柔軟剤とか。うん。とか、そっち系。いいね。めっちゃいい匂いするから、マジ。こちらもいい匂いするらしいですよ。みんな僕を匂ってください。はい、続いて。はい、和歌山県ラジオネーム桜さんからです。桜さん、ありがとうございます。大発見のコーナーで、来ないの関西弁活用法ありましたが、あ、さっきやったやつや。和歌山では、来ないのことを、来やへんと言います。ああ。和歌山のこと忘れてへん？言うわ、俺の友達。来やへん。来やへんな。言うわ。来やへんって。うん。へぇー。なんかちょっと映ってる時期あったもん、それ。なんでそんなすぐ映んの？人のやつが。映るってか、いいなと思ったものを、はい、入れてる。来やへんがええなと思ったの？いいなと思った。なんか面白いなと思った。普段使ってたん？普段っていうか、まあ、普通に出ちゃってた、だからもうインストールしちゃった。そっか。関西って和歌山も普通に入ってんもんね。うわ、失礼。大失礼。もうありえへんわ。ちょ、待って、せやくん、それはあかん。撤回しよう。入ってるもんねっていう。入ってるやんって。あ、なるほど、ね。だからさっきのやつで出されてなかったから。そっかーって言ったから、ちょっとなんかあれやったな。俺的には、あ、鼻くそ投げてきた。鼻くそ投げてきたぞ、おい。おい、おかしいやろ。アクリル板あってよかったわ。こいつなかったら俺今これラジオやってる場合ちゃうかったもん。鼻くそーってなってた。ありえへんやろ。なんでやねん、いくら？もう11時超えたからって。鼻くそ飛ばしてくんねん。おかしいやろ。あ、どうしますか？もう一通ぐらいいっちゃいますか？もう一通いっちゃいますか？はい、行きましょう。続いてはですね、ツイッターかな？ミルさんからです。ありがとうございます。自分で戦わず、速攻でスタッフさんと戦わせるせいやくん。さすがに可愛い腕相撲のことですね。あー、だってじゃあ、俺、別に強くないから。せいやくんでも鍛えてん？何それは？危な。え？何が危なって何？何がやねん？何？無言になったから。何それ？
え、じゃあ普通に答えてくれよ、まず。俺の質問に無言になったとかじゃあ。いや、聞いてんか。別に鍛えてないっすよ。あ、鍛えてんねや。はい、俺なんか、せやくんでも、見るたびムキムキになってってる気がするんだけど。気のせい。気のせいか。いや、そんなことないっすよ。ないんや。うん。でも、ムキムキになりたい。お、ちっちゃ。今、構えしてるけど、カマキリの威嚇みたいなポーズしてるけど、ちっちゃいね。ちっちゃいな。あ、そんななりたいんや。でも、そのムキムキって何、バッキバキには別になりたくないけど、あの細マッチョ、男か、あ、そう、男から見てかっこいいなと思う体になりたい。細マッチョは、細マッチョはかっこいいな、うん、確かにな。ゴリゴリになりすぎたらね、ちょっと、そう、だから俺とね、小島がやったら撮ってね、それはもうもう完璧な泥仕合になるから、そうそう、みたいな、そうそうそう、だからスタッフさんの、ね、方がいいなと思ってやりました、うん、もうほんま僕はめちゃくちゃ弱いからか、それはもう勘違いせんといてくれ、めちゃくちゃ弱いんで僕ほんまに広がりなんで、はい、それでは、まだまだ番組は続いていきます、うん、宛先はですね、メール ys@mbs1179.com ys@mbs1179.com、 ツイッターは引き続きハッシュタグ A やんたんでつぶやいてください。あなたからのメッセージお持ちしてます。お持ちしてますって言った今お持ちしてますって言った、お持ちすんな。MBS ラジオは緊急地震速報を運用しています。緊急地震速報は通常の放送を中断してお知らせするため、リスナーの方に強い衝撃を与えることになります。特に高速道路など走行中のドライバーがこれに驚いて急ブレーキをかけたり、トンネルや橋で急加速したりすることにより接触事故などの二次災害が起きる危険性があります。これを避けるため、後ろを確認しながらハザードランプをつけ、ゆっくりスピードを落として左側に止められる状況にあるときは止めるという心得を理解し実践することが必要です。緊急地震速報を正しく理解して被害を少しでも減らしましょう。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。外に出かけられることはとても幸せなこと。それは目の見えない人、見えにくい人にとっても。行ってきますロビン、ストレートゴー。行ってきますをすべての人へ。日本盲導犬協会は盲導犬や白杖の歩行指導を無償で行っています。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。今月のええとこ、あかんとこ、ちょっと待って、プレイバックプレイバック、今の言葉プレイバックプレイバックプレイバック、はい、ということでこのコーナーでは今月この番組で起こった出来事、はい、メンバーの名言、人権などをリスナーさんに報告していただき、放送で振り返っていきます。ありがとうございます。小島くん、佐野くん、はいはい、今月東京にいたので、うん、きっと A やんたんは聞いてないです。ああ、そうね。もう心では聞いてたけど。うん。ね、メンバー4人が小島くん、はいはい、佐野くん、不在中、どのようなやんたんを投稿していたのか確認していきます。ちょっとなんか怠けきってんじゃない？これは楽しみだね。ということですね、はい。では早速参りましょう。まずはこちらです。どちら？この2月、タイトルコールがみんなむちゃくちゃ事件。ほう。ということで、はいはい、報告もらってます、うん、大阪市平野区ラジオネーム大きい目のおにぎりさんからですね、うん、今月の、うんうん、今月のタイトルコールがむちゃくちゃです、スーザ君による一人での、タイトルコール、何それ、はい、福本君のめちゃくちゃテンションがおかしいタイトルコール、うん、正門君、リチャ君の二人合わないタイトルコールからのテイク2、テイク2、一体どうなっているんでしょうか、ね、はいはい、と。では続けて聞いてみましょう。2月2日末沢リチャ会、9日正門福本会、16日リチャ正門会です。どうなってるのこれ、どうぞ。はいはい、組み合わせによって違うっていうのはそういうところね。そうそうそう、それがでもヤンタンの良さやと思うの、うん、俺はうん、なんかまとめようとした、それで、はい、あの今日のヤンタンはもうこれでえ、嘘やろ、もう低い、始まってまだ20分も経ってないよさあということで、いや急慣れてへんやん、参りましょうか10年の付き合いやのに MBS ヤングタウン、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待てや、全然なってへんや。改めまして関西ジャニーズ Jr. A グループの星座聖也です。スマイチャードケイタです。よろしくお願いいたします。じゃあお願いします。じゃあね、じゃあね、あの MBS っていうの俺やねん、ちゃんと台本読んで、待ってないやろそんな、俺やねんって。俺もずっと最近 MBS って言う側じゃなかったから、あ今日やっと言えるって思ってたよ。え、もうこれ流れてんのに、ああ言ったやん、もう一回言っていいの、 MBS だけ言ったやん、これ言ったやんって何 MBS、 まず違うな、
ちょ待って、満足ってないでしょ、これ。いじめっ子やん、末澤。ガキ大将みたいなもん。チャリさ、乗ったんいつぐらい？いつってか、ま、今日、俺、思い出した。ちょ、俺、ほんま、俺、自転車、どうやって教育してもらった？教育してもらった。俺、お父ちゃん。どんな話してんの？何してんの？お父ちゃんって呼んでる。何日なんやろ？お父ちゃんって呼んでる。わからんか。昔？わからんへん。でも、小松きのチャリは俺乗ってなかったん。いきなり普通の、あの、青い、なんか、マウンテンバイクみたいなさ、うん、やつを買ってもらって乗っててんけど、うん、それで、3、4日から1週間とかかかってたんかな、うん、でも、そんなすぐ乗れたっていう印象はない。なんで自転車の話だよ。俺のところもさ、うん、スパルタ教育でさ、うん、では、そろそろ参りましょう。怖い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 。だから俺はほんま何するか分からん。テンション高いところちゃうって。気になってて終わってるやろ今。え？気になって終わってるやろ。うん。それが俺のマジックです。やば。まあスパルタ教育を買った方が乗るから。あこれ？うん。スパルタ教育でさ。何言ってんの？俺ほんま。じゃエグかってマジで。俺ほんまこれ。いやあんたの会話の切り口の方がエグいよ。笑ってこれちゃって大事。よう、まさか、ちょっと、頑張りますよ。無視して、ブース出ていこう。ありがとうございます。ありがとうございます。あくりちゃんまさかだね。いやー、いいっすね。はい。じゃあちょっと、そろそろ参りましょうか。いきますか。はい。MBS、ヤングタウン。ヤングタウン。待ってへんの？決まったか？待ってへんの？ちょ、待って。おかしない。俺今度なんかことないで、誰かタイトルコールしたら、えーってスタッフさんたちから。タイミング合わなかったっすもんね。あ、そこか。そういうえーか。俺まだなんかやらかしたかと思った俺そっちで敏感になってきてるんですよ最近俺なんかやった嘘ごめんごめんごめんっていうね笑ってんねんおいめっちゃスパッて言ったから何笑とんねんヤングタウン分かったじゃあもう一回やりましょうヤングタウンもう一回やりましょうもう一回やりましょうテイク2しましょうちょっと待ってみて俺これ前段の時もテイク2やろうとかなってたけど、まあ、結局できひんかったよあの日何でできんかそうなんですか今日はテイク2させてもらえるやったテイク2行きましょう、はい、ではそろそろ参りましょうおかしいけど MBS ヤングタウン待てやこれこれこれありがとうございます MBS ちょっと待って改めまして関西ジャニーズジュニア A グループの正門義則ですサマリチャード慶太ですはいはいよかったできてよかったできてよかったちゃうわよかったよかったよくないわ全然はいなるほどいやこれ何してんのみんな。ほんまに。ほんま俺らおらんくなってからやん。これやっぱもうこれ、あ、わかったやん、今回ので。やっぱ毎週俺おらなあかんって。俺やっぱ毎週必要やわ。毎週は、ちょっとちゃう。いや、ちょっとちゃうじゃない。必要やわ、これは。みんなが小島との組み合わせになっちゃうからさ、そうなる。もう別に俺入れて2でもいい。え、でも。向かい入れて2と喋るみたい。どれが一番ひどかったいや、ま、いや、どっこいどっこいよ、正味。全然どっこいどっこい。全部？そのね、あの、自分の回マシやったでしょみたいな。全然やから。全然ひどかったから。あ、いや、MBS って言っていいよって。もうガキ大将の星座出てたから。最悪やん。なんなん満足つって。MBS ってリチャ君言わすだけ。実際にのリチャって書いてて MBS って言うと。うん、そうだ、流れ的に俺がもう言った方がいい流れやったから。ね、もう言わんでいいやん、リチャも。言わんでいいやんっていう制約なりの意見があったんや。そうそうそう。取り返さんでええやん。そう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 。まあ確かにまあ、まあでもそこはまああるっちゃあるよね。その協力やから、その場の空気で。でも、それは協力できてへんやん。意思疎通できてへん。そう、だからなんでできてへんねんと思って。あ、怒ってんねや、逆に。リッちゃんに対して。で、言っていいや。つって。そんだけ言いたいんやったら言ったらいいや。あ、それ満足え？えぐい。えぐい。えぐいよ、あんた。なかなかえぐいことしてるよ、あなた。やばいっすよ。ちょっとね、確かにね。ちょっとさすがにタイトルコールちゃんとせなあかんね。まあ、さすがに、てか、必要最低限、まあまあ、見出しですから言うたら、パーンってくる。まさかの福本もひどかったし、ね、チャリの話から急に、大勢怖いわ。怖かったね。ねリチャ君、マッサもなんか、あー、みたいな、マッサも、あー、テンポ合ってなかっただけね、みたいな。なんか、多分、重く捉えてなかったもんな。そうそうそう。いや、これはちょっと、事件ですよ、本当に。もう、ほんまにちょっと、厳しくしていきましょう。これちょっと、はい。タイトルぐらいはね。そうですね、すいません。はい。では、続いて、あかんとこ来てます。こちらです。はい。留守電のボケを分析する
恥ずかしめ事件。お、何ですかそれは。報告もらってます。はいはい、西宮市ラジオネームムカつくパンツか。ムカつくパンツか。さんからですね。はい、今月の留守番電話は小島さやがみんなを笑わせるように面白い感じでやってました。あ、あるじゃないですか。小島組で出させていただいた時ね、ありましたね。しかしスタジオで行われていたのは留守電のボケに対する分析でした。はいはい、やめてそれ一番恥ずいやつ。え、何それ。ということですね。はい、うん、では聞いていただきましょう。留守電の最後部分からどうぞ。お願いします。以上小島組でした。シュッシュなんなん？何これ？なんか東京に染まった関西人の2分のダベリ。どこ叩いた今？ああ、それは考えたんやろな。ヤンタンで留守番電話来たでってこれどうしたら面白くなるって。どうやって残そうって爪痕残さなって、そうめっちゃ考えた標準語やってなったんや。いやそれか見切り発車でスタートしてる可能性もあるけど、セザーリチャード、多分なそっちやわ、多分見切り発車やろ。で多分マサが最後まで自分のキャラ作りきらずに終わってるから。最悪やなこれ。これは最悪ですね。分析したんですかスタジオでボケを。はい、何様やねん。ちょっと待って、よくないな、ほんまに、ほんまよくないわ。いや、これは正解は何やった。腹立つわあいつら、でも頑張ってくれよな。でもあー、なるほど、爽やかに全然終われるやん。その低ない、しかもテンション。え、二人とも、いや、じゃあね、分析するもさ、留守番電話でやっぱ楽しみやん、誰から来るんやろ。あ、そうですね、お前らやったんやんか。お前らっていいでしょ、久々の声聞けて。いや、まあね。しかも、いや、だから楽しそう。めっちゃ低いやん。楽しそうな声聞けてよかったみたいな話はこの後してたんや。なるほど、ね。いや、でももっと楽しくなんか、でも何言っちゃうみたいな感じだったよ。何言っちゃう、うん。染まったみたいな。なんか、すごい嫌。冷静に分析してるだけ。そんな。笑いにしようともしてへんやんか。冷静に分析してるだけやんか、二人の。おっちゃんが。笑い。年下組の。あ、確かにな。いや、それは確かに確かに。うん、いや、まあ。それはそう。まあ、そうね。まあ、まあ、そうか、そうか。これはまあ、俺らっていう、まあ、人選もあったかもね、確かに。留守電はね、テンション変わりますから。そうか、そうか。そっか、だからちょっと。うん。まあ、でも全然挨拶よりは全然マシ。そう。マシ。タイトルコールよりは全然マシ。まあ、これももうダメやけどね。どうでした今の二つ聞いて。いや、まあ、どっちともまあ、よくはないよね。じゃあ、ちょっと、許しがたい。もう一回気引き締めて。うん。ちょっとやっていかなあかんと。やっていかなあかんと思うよ、僕は。わかりました、うん。これはよくないと思う。はい。はい。はい、じゃあ、来月はどんなことが起こるんでしょうか、はい、あなたからのご報告、ご報告。低い、テンション。テンション低いな。来月はどんなことが起こるんでしょうか、 いいね、あなたからのご報告お待ちしております。いい、以上ヤンタン水曜日。なんでかむねん、ヤンタンかむやつどこにおんねん、お前。21回やってて。以上どこにおんねん、ヤンタン水曜日月末コーナー、今月のええとこあかんとこでした。ありがとうございます。本番前の末澤くん5歳の子供事件。本番前前室でずっと絵を描いていたり、過去画力は幼稚園児。ハロウィンの時は骸骨の備品をグネグネ動かしたり、かっこグネグネ動くものではない。クリスマスの時は勝手にアクリル板に貼ってあるゲルシートを剥がして飛ばしてやりたい放題なので、自由奔放な5歳児のようでした。台本ですけど、もうただの落書き帳になってる。いや、ほんまにすごいな、そんな書いてるん。とりあえず目につくもんいじりたいんや。あ、なんかそうね、そうあるかもしれないね。だからその、この来年はもうそんなこと一切せずに真面目にやっていきたいと思ってまいります。それはそれで寂しかったりするんじゃないですか、スタッフさん的には。ちゃんと首横に振って。そんなことない、これは恥ずかしいわ。いいな、ヤングダンス予備、あっという間にお時間になりました。ありがとうございました。いや、早かった、早かった、久しぶりの、え、めっちゃめちゃ楽しかった。あ、ほんま、マジで楽しい。いや、よかったよかった、マジで俺毎週出たいもん、ほんまに。それは無理やけど。なんでやねん、急に突き放すやん。めちゃめちゃ楽しかった。そんなに楽しんでもらえたら。良かったです。もうこれで明日からも頑張れそうです。もう。そうですね。衝撃まだ続きますからね。体調を気をつけて。マジで楽しい。楽しかった。頑張ってもらえたら。良かった。ちょ、ほんまにみんなも引き締めて、ね。そうですね。だから気を引き締めて。今後僕たちヤングタウン、うん、頑張りたいと思います。ヤンタン感だからね。はい、皆さん応援のほどをね、うん、今後とも。何の応援？よろしくお願いします。はい。はい、ということで、ここまでのお相手は関西ジャニーズジュニア A グループの末澤誠也と小島健ワッサーでした。バイバーイ。バイバーイ。逆ね。奈良山中大仏堂。
ただいま温泉情報が入りました。日帰り入浴のせありがとうございます。美味しそう。これのアイス出てるんで今すぐセブンイレブン行ってこい。セブンイレブン、いや行きます、うん、帰り寄ります、うん、ありがとうございます。諦めたかダイエットは。情報を確かに。そうですね、もういいや。早いよ。そうそう、うん、